Wi-Fi とかも使ってないんだけど勘弁してね。あ、じゃあそこに水あるのね。じゃあそこを本当に気にする？彼氏ができないんでしょうか。なんでだろう。シンキングタイムスタート。チチ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 。正確に何あり。正解。秀樹です。今日はタワーレコードで、リリースイベントに出演させていただきます。タワーレコードさんでリリースイベントさせていただくのは今回で2回目なんですけども、前回はもう約3年前になりますね。私やっぱりタワーレコードさんって若い時とかに CD 買いに来たりとかすごいしてたので、ここでライブをさせていただける日が来たんだなって思うとすごい感慨深いし、やっぱ嬉しいですよね。キャビーの皆さんだけじゃなく、お店にいらっしゃってる方にも音楽が届くので、皆さんにエンダメの曲かっこいいな、この曲誰の曲だろう、聞いてみたいなって思ってもらえるように頑張ってパフォーマンスしたいと思います。あー、私は CD がすごく好きで、本とかもすごい好きなんですけど、まあ、今の時代はサブスクとかもあって実際に CD を買わなくなったりとかしてる風潮になってきてるので、そのうちなんかこういにしえの文化みたいになっちゃうなってちょっと思ったりするんですけど、まあいつの時代もやっぱり手に取ってこう見れるものを大事にしたいなって思ってるので、タワーレコードに入るとそういう気持ちをすごい思い出させてくれるので、すごく自分にとっては大事なお店の一つです。特にやっぱりこう渋谷店と新宿店っていうのは私が昔から通っていたところだったので、なんか思い入れもあるので、なんか皆さんがこういうイベントに来てまた CD 屋さんに入って、なんかこの雰囲気を味わいながらいろんな CD をこう探したりとか見つけたりとかっていうことをしてくれると、なんかここでやった甲斐があるなって思います。バッチもらっちゃった、イエーイ。多分あの私たちほどあの自分たちのグッズに固執するユニットはいないと思います。笑わさないでよ、今さ寝てんだから。寝てんじゃん結局、うん、今日はイチゴが入ってないやつしかなかったの。本当はイチゴと生クリームのイチゴのサンドがすごいいいか、あとはみかんが本当に半分ぐらいゴッと入ってるやつとか。あったかくなってきましたね。お花見が好きで、前住んでた家の近くに公園があったんですけど、すごいこう両サイドに桜が咲いてて完全に歩きながら花見ができちゃうみたいな公園だったんですね。私はほうじ茶買ったつもりでさっきちょっと味違うなと思ったんですよ。私は絶対にほうじ茶が飲みたいんですいつも。なんですけど今日は麦茶を買ってしまいました。いらっしゃい、ようこそタワーレコード事務店。なんと今日はこのリリースイベントにセカスタの達也くんが来てくれました。これね、ちゃんと私買ったからですからみんな。いやでもすごい素晴らしいパフォーマンスでした。本当に嬉しい。もうね、いやもう入ってきた瞬間さ、え、別立ちって思ったんですよ。やべない、やべない、ひどい。そうよ、特典券があるんだよ。私特典券持ってんだから、あげなきゃいけない。私特典券持ってんだから。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。特典券
持ってるからもらったよ。こっちも行きまーす。はい、はい、ありがとうございます。嬉しいわ。嬉しい。ありがとう。お疲れ様。こう道端で咲いてる花を見るとなんか暖かくなってきたんだなって思います。はい。コミケの